今から R25 と R3 の皆さんと展望台へ行ってきます。これは済んだはるんでしょうね、多分。民宿って書いてある。天守閣専用駐車場。え、ここでしょ。ここっぽいっすね。ここ止めよう。だからいいと思いますよ、そこ。どうぞ。え、ここじゃないんですか。お、すげえ。はい。あ、なるほどね。なるほど。なんとか。でお客様のカメラのシャッターをサービスで押しております。カメラ携帯お開けください。空いてるうちにご準備できた方から。すげえ。こちらの看板を使ってお取りします。ということで、はい、ちょっと渋滞してましたけど、また行きたいと思います。はい。展望台で、その合掌の、合掌の里、なんとかの里、白川郷のね、あそこが見れるとこまで来ました。はい。で、今日はね、ここ下を降りて向こうに入れなくなってます。で、今から何だっけな、何とかファーム牧場みたいなところがあって、まあ、そこでちょっとくつろいで、あと、まあ、僕も現地着いてからスズメさんにちょっと今日違う方も合流しますということをお聞きして、それで、はい、ね、2人だったのが今5台になってます。ということで、今そのファームへ今から向かいます。やっぱね、そのお盆のシーズンっていうのもあって、今ねちょっとこういう展望台とか上がってきてるんで、こんなんですけど、下めっちゃ混んでましてね、その茅葺きの里の方に車が入れないようにしてるためなのかわからないですけど、ちょっとの距離行くのにめっちゃ時間かかってね。まあまあ、でもみんなでインカムでワイワイ喋りながら走ってたんで、暑かったねみたいな感じで話をしておりました。よいしょ。なので今ね、これ下って下って下って、またちょっと渋滞のとこ入って、それを抜けて、ちょっとね、すずめさんが RPG ってさっき言ってたあの峠道をね、また走っていって、で、その先にある、ね、すずめさん、今ちょっと、ね、話し思ったけどね、今日やったらね、ウインカーのつけっぱが多くてね、はい、今もね、前で教えてもらってたんですけど、まあ、なかなか一緒にいると楽しい方ですよ。でも本当、天気暑いけど、やっぱ天気いい方がいいっすよね。
まあ、ちょこの辺りもねこうやって民宿らしいんですけど、これ、うん、合掌造りのこのね家がちらほら、うん、あっすよね。すごいですね、中に世界遺産とかの重要文化財とか住んで人が住んでるんですけど、まあね、そういうところの建物もあるってさっき看板に書いてましたね、うん、普通になんか何やったっけな、まさか名字書いて何々さんの家みたいな感じでね出てたんですけど、うん、でこれ高山の方抜けたり富山抜けたり金沢の方抜けたりとかね、いろいろできるってことなんで、まあ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 いいとこですよ、これでよいしょ、休憩、こんなとこで休憩できるやん、串焼き、飛騨牛串焼き、おいいですね、今度よく考えたらここにいるメンバー全員ナンバーバラバラっすね、石川、群馬、岐阜、横浜、ご京都ですちょっとね、これずっと撮影しててもなんなんで、ちょっと渋滞抜けたところでまた開始させてあげまーす。はーい、ね、まあ時間的に10分ぐらいかな。うん、あの茅葺きの里行くその。駐車場入るやつやっぱ渋滞してましたね。あ、抜けると全然ですわもうこれ。うん、レトロトンネル、レトロトンネル、出たらすぐカーブでトンネル、なんかここだけ覚えてるええ道やな。そうそう、行きにもちょっと撮ってたんですけどね、こっちの方が近くてね見やすいかなと思うんで、もう一回だけ撮っときますけど、ね、これ今向こうのね、地層みたいな感じ見えて、下が川みたいな流れで見えてるんですけど、そのね向こうがこう岸がちょっとあるんですよね。そこが RPG 的な感じで、うん、この橋もやばいっすよこれ。行きもどうだ、まだ帰りちょっとね見る方向ちゃうんでがっつり見てください。よいしょ、行くぞ、おったらやばいよこれ、おったらやばいよ、めっちゃ高いよめっちゃ高いよ、冒険の始まり的なね、RPG ゾーンと言ってるから、もうちょっと走ればね出てくるはずなんですよ。お、どこ行くんや、どうしたどうした、あ、写真撮るのかな、写真撮ろうって言ってたしね。さあどこに並べるのかな、並べるのかな、じゃあ途中のねところでみんなで記念撮影をして、はい、最終ポイントのファームへ向かいます。あ、やっぱ先からねトンネルはまず涼しいなと、ほんで、ね、先から、ね、ちょっと調べたんですけどね、
ミボロダム。ミミオンオンオンの方に母に、衣、うん、ミボロダムっていうらしいです。おぼろかな、みぼろかなと思ってたんですけど、みぼろは出てこないけど、おぼろかなって思ったんですよね。うん。みで来られるとは思わなかったですね。お、来ました。ここっすよ、RPG。ほら、草原があって。スズメさん命名、RPG エリア。いいっすね。真っ暗。涼しい。はい、出た。でまた真っ暗。で、橋を渡ります。はい、来た、RPG。これ、右のこの辺もそうですしね。おい、来た。映ってるかな？映ってるかな？どうかな、こんな、うん、どう見えます、みんな皆さん見えます？RPG、こっちもね、面白いですよ、形が。他にはね、こういう地形の川ないやろなと思うんですよね。これも楽しみの一つで来てください。いいですよ。あー、あれからね、ちょっとみんな集合写真撮ったところから、まあ5キロぐらいかな、走ってきて、昼賀のコキアパークですね、ここで休憩して、まあ解散、多分僕はすずめさんと一緒に向こう帰ると思うんですけど、解散的な方向でなると思います。着したので、みんなで食べたり、ちょっとね、水分補給も取りたいと思います。よいしょ。そしたら富山とどけて石川に帰らはります。お気をつけて。はーい、お疲れです。しゃあ、じゃあここから、今からとりあえずね、岐阜市ちゃうか、瑞穂市の方なの、下の21号線まで降りて3人でご飯を食べて帰ろうってことです。そしたら出発で、何を食べるのかちょっとお楽しみにしておきます。よいしょ。さっきのねファームで、まあまあちょっと濃いめの味のソフトクリームをいただきました。はい、なんかね、ピザとか食べたり、奥にね、なんか高原っていうかね、高原か、広いとかで、なんか子供さんとか遊んだりしてましたね。さてさて、ご飯食べて帰って、明日のね、用事がちょっと僕ゆっくりめなんで、そんなせっこともないんで、はい、ゆっくりして帰ろうと思ってます。今ね、すずめさんが道の駅
福留さんが道の駅ね寄った時にポケットからスマホを止めるゴムとか、ですね、まだ帰り道で岐阜県なんですけど、ちょっとね雨がきつくなってきそうなんで。